人間の限界を超えた反応のフッキングやりたい。グラビティフッキング違う。意識の伝達の最高速、それがグラビティフッキングです。いや流行んないでしょ。あいつやべえこと言い出してるっつって。これやべえ話しますけど、今からマジでやべえ話しますよ。光の速度で例えば移動した時に、今自分後ろを振り返ることができたら、その自分の今まで歩んできた道を見ることができる。要はそのアインシュタインの相対性理論でそこは証明されてますよね。そこの光の速度っていうところ、もしも仮に。ってことは、要は光の速度で行ける可能性が、それとフッキングどういう関係がっつって。どうも覆面レスラーです。はい、滑ってるな。じゃあ行きます。ハスだな、ハスだね。ほら、すっげえ、もうバンバン当たる。はい、これが餌です。餌、あれが一頭目から釣れるってことはいねえかも。食う、あいつを食うやつを狙ってるんですよ。もう無限に当たるもん。はい、うわー見て、100匹、ハスの群れ100匹。ほら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 、エイトトラップや。くそ、はい、うわこいつもまた太ってるわ。はい、これでもね、あれですよ、スプーンをやる練習にはめちゃくちゃなるんですよ。この当たりを取るっていう。このフォールで当たりを取る釣りなんで、タッタッタッタ、こう、テンションフリーで上手にこう、テンションかけながら落としてあげると、当たりが出るんですけど、当たりが出たら、人間の、限界の速度でフッキングしてあげると、でもこれ全部ハス、めちゃくちゃ引くけど、これもハス、ハスのダブルヒットや。やめよこれ。魚醤なのか分かんないですけどね、なんかとりあえず硬いもんが沈んでるんですよ。ま、周りちょっとモザイクかけといてくださいね。はい、僕を抜いてあと全部モザイクで、あれですよ、警察24時的な感じの、まだもうちょっと近づかないと。これでも本当に楽しい時期になると、こういう当たり取るやつって、そのなんていうんですかね、人間のその反射の限界を超えないといけないから、それがめちゃめちゃ楽しいですけどね。もうこうコンって当たるんですよ、ちゃんと手元に。こうツンツンとか、アホになってる時はドドドドーンドンドーンとかなりますけど、きょ、あ、来た、あ、これは絶対バスだな。おっしゃ、これは絶対バスだ。
なんだこれ、ゆっくり、見切れしないように。絶対バスだよ、そんなに大きくない。ああ、なんだこれ、深海生物、深海生物 X。 これスレなんかな、バスっぽくねえな、バスかな。でもバス以外ないよね。バスだ、バスだ、でかい、よっしゃ、うわーでかい、よっしゃ、取った、ふぅ。皆さんこんにちは、小池です。なんだこの太さ、とんでもないの来た、うわうわ、やべえやべえの来た、うわ重たい重たい、うわなんだこれ、うよいしょ、やりました、スティーズスプーン、うえー、これはいいね、これ50超えたでしょ。てか太さがやべえ、いきなり来た、ありがとうございます。いや、やったやったこれ完全55、嘘つきました、53ですね。54、 alright、Yes! Yes! Yes! あんだけ高速に反応させてうんぬんかんぬんって言いましたよね。もうリフト最中にバコーンって食ってやる気満々みたいな。やっぱ一箇所一二頭、まあ一二頭っていうか、今反応があったんで何頭もしようかなと思ってますけど、本当に数頭ですぐ決着つくから、もうスーパーランガンですよね。1と4、1と2分の1、1と4分の1、1と2分、そうです、1と4分の1オンス、これがまあベースですね。でこれの上に一応マグナムスプーンみたいなやつがあるんですけど、まあ、それよりも僕はこっちのもうほぼこのサイズを、言うほどね、その例えば皆さん、ご覧になってる皆さん、皆さんとそんなに対して歴は変わんないんですよ、スプーン歴は。誰がやっても釣れます、だから逆に教えてほしいな、こういう時にマグナムがいいんだよとか、こういう時ちっちゃいやついいんだよとか、結構だからいろいろ教えてくれる人いるんですよね。ちなみにこの間霞ヶ浦でマグナムスプーンで釣れるっていう人に出会いましたね。足際に落とすんですよ、でマジっすかっつって。やっぱただメタルバイブと違ってスイッチの入ってない魚に強制的にスイッチを入れたりとか、やる気のない魚にリアクションで口を使わすもんじゃなくて、スイッチの入ってるやつを効率よく攻撃的に攻めるのがスプーンの釣りだから、要は巻物が通用するようなシチュエーションにとはあんまり似てる、もうこうなんか冬っぽい魚をじっとしてるやつをこうああっていうよりかは、もうやる気あります僕みたいな、そういうのをもうバン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 釣ってくるような釣りです。もうスクールが入ってきて入ってくるようないい場所だったらまあ粘ってもいいですけど、基本的にはもうスピーディーにもうどんどん展開を変えていくっていうか、エリアを変えていった方が超感伸びる。で
釣れる場所にたどり着いたりしたらそこでまあ粘るとか。だいたいこれぐらいのリフトで1メーター以上は登ってる。竿が しっかりと力を出してる時は。これ柔らかすぎる竿だったら全然こう一生懸命ガーッて持ち上げないといけないですけど、その人間のその反応の限界を超えた速度で反射する。この例えば手元にこうコンって伝わってフッキングしなきゃいけないっていう、手元にこう神経、手元のね神経にこう衝撃が来て脳がそれを感知して、で動かすために発動させてって、こう電気信号でこう送るわけじゃないですか。違うんですよ、ここが感じた瞬間にここが勝手に動くように。中二病、ただの中二病。これはもしかしてあいつは君です。はい、おなんかバグってる、ハスがバグってる。よし、ちょっとサイズ変わりましたね、ハスのサイズ。ダブヒト。途中から重くなったもん。今回使ったスティールスプーンなんですけれど、スティールスプーンの方がサイズがね4つ出てます。でメインに今日使ってたのがこの1と4分の1っていうこのサイズですね。1オンスと4分の1オンス、1オンスと4分の1オンス、おかしな言い回しですけど。でもう一つ大きいのがこの1と2分の1オンス。だいたい基本的にこの 2枚を僕は使います。でこの1と4分の1こっちのタイプのものが、メインで、まあ、どこのフィールド行ってもどのレンジに行っても基本的にはこの1枚だけで全てをこなしてしまう。ただ例えば餌がめちゃめちゃでかいとか、本当にそのアピールものすごいしたいとかっていう必殺技的に使う時にこの2と2分の1オンス、このマグナムスプーンって言われるようなねサイズのものを使ったりすることもあります。だからこれはもう本当に僕の中ではこれ必殺技です。もう一撃必殺、まあ、こっちも一撃必殺みたいなところあるんですけど、もうこれは大技中の大技、もう最後の砦みたいな感じですね。で小さい方で、4分の3と新しく今年出たこれ2分の1っていうタイプがあります。でこれはちょっと浅いところとか、あとはそのシャローのちっちゃなマンメイド、まあ、シャローといっても3メーターとか2メーターとかのちっちゃなマンメイドストラクチャーなんか狙うときにこういった、タイプのものを使うんですけれど、あとはリザーバーとかそういったところでも使う用途あります。ただそれでもベースはこの、1と4分の1オンス、ここからサイズダウンをしていくっていうような発想がいいかなと思います。でまた針なんですけれど、基本的にはこのトレブルフックにこのティンセルがついてる、これが純正タイプでくっついてて、で僕は普段はこれで使っちゃいます。どこ行っててもこのタイプで使うんですけれど、根がかりが少なそうな時とか、あとちょっとバイトが浅いとかバラしやすいなっていう時はこういった、これなんていうんですか、ジギング用のアシストフックっていうんですかね、こういったものを使います。ただこれ確かにバレにくいところもあるんですけれど、ストラクチャーにとってもかかりやすくて根がかりも、しやすい。こっちは根がかりしにくくてしても外しやすい。なんでそのストラクチャーが多いか少ないか、魚のバイトが激しいかちょっと弱いかみたいな、なんかそんな感じで使い分けてあげれるといいかなと思います。で使い方なんですけれど、基本的には思いっきりもう、まあ、フラットのエリアとか向きぶん投げて、着水してフォールド取ります。でその時にテンションフリーっていう、要は糸をピッと張るところから少し緩めてあげる。そうすることによってこうキラ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 ーと、こうひら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 ーっとこうスプーンが落ちていってボトム着底
でそこからワンアクションで僕は、しゃくれます。ビューンと思いっきり。でこの時にだいたい1メーターか2メーター近くブワーッと持ち上げて、またひら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 と。魚が中層にいるんだったら、まあこの中層でこうアクションさせてあげるっていうのはありかもしれないんですけど、基本的には投げて落として上げてまた落とす。でこの落としていく最中と上がりきったこの動きのこう止まったタイミングですね、ここの瞬間とここの瞬間、これがバイトチャンスで、手元に必ずコンとか出るんで、すかさずそこでもう自分の反射速度のもうマックス値でもうパチンと瞬間的に合わせてください。とにかくもうフッキングミスったとかも関係ないです。もうとにかく一回引っ張っとく、もうちょっとかかってれば OK なんで、まずはもうとりあえずかけるっていうことが大事です。で竿なんですけれど、僕は今回というか今最近ですね、使ってるのはこのブラックレーベル BLX の SG の 72H プラス FB っていう、この結構ガッチガチの竿を使ってます。なんでこんな硬い竿を使ってんのっていうふうになるんですけれど、これ結局遠くの方でルアーをリフトさせる力をしっかりとこう持たせるために、ある程度こういう硬さのある、要は力のあるロッドを使ってあげるようにしてます。これがね、もし柔らかいと竿を動かしてるんだけどルアー全然動いてませんよとか、結構ディープまで落としたりキャスティングして距離取ってたりするんで、力が糸がね伸びちゃって分散してしまうことがあるんで、ちょっと強めの竿を使います。で今分散してしまうっていうふうに言ったんですけど、ラインの太さもあんまり細いとラインがこう伸びてしまうんで、結局またこのルアーを動かす力っていうのが弱くなってしまうから、20ポンド最低でも20ポンド欲しい。まあ準備できなくてもまあ16ポンドは確実に巻いておきたい。できたら20以上、20あれば大体 OK だと思います。で最低でも20以上巻いてあげて、でリールもハイギアのもの、これはタトゥーラ100の8.1 ですけれど、こういったものを使って、瞬時にラインスラックは取れるようにしてあげます。ただかけてからは、今日の、動画のところでもちょっと出てるんですけれど、あんまり強引にやり取りしない。で特にこっちのトレブルフックのタイプのものだと強引にやり取りしちゃうと、こう口からパンって外れたりすることが結構あるんで、かけてからはあまり焦らずにスローにゆっくりと丁寧に攻めやり取りしてあげるとキャッチすることができると思います。でもう思いっきり乗されたらもうクラッチ切って引っ張られるか、今日はねちょっと閉まってたんですけど、時にはね僕の場合ね、ちょっと今日はちょっとドラッグを緩めて引っ張ったら出るぐらいにしてあげます。これぐらいでもちゃんとフッキングしてもちゃんとかかるんで、ある程度こうドラグが滑るようなセッティングにしてあげるのもおすすめのタックルセッティングです。というわけで、サイズ展開が4タイプあるスティーズスプーンですけれど、まあ琵琶湖のみならず、リザーバーだったり、そうですね、まあ水深ある程度あるフィールドに限定されますけれど、かなり新しい攻め方として有効なテクニックなんで、皆さんもぜひお試しください。